久保さん今回畠山さんのボクシング畠山さんの名言にしましょうか僕これめちゃめちゃ好きなんですけど畠、まあ、山さんって青森山田一応いて、まあ、1年間に中退したのかな辞めて、まあ、僕が青森山田高校1年生でまあ入学した時に畠山さんがなんか優勝なんか世界優勝を取って1回学校に来たんですよでそのパレードしてなんか あの壇上でねなんかちょっと喋ってくれたみたいなのあるんですよでなんか防衛戦そう防衛戦を応援に青森からこう駆けつけるみたいなバスに乗ってみんなで行ったんだけども途中で事故で行けなく事故渋滞で行けなくて,止まって高速止まってみたいなで引き返したみたいな,なんかそういう思い出があるんですけどでも畠山さんが坂本選手と戦う時の,このインタビューの話で。 めちゃめちゃこの名言があって、僕がパンチは弱いと。で、坂本選手はパンチ強いと。で、僕はパンチが、あ、なんだ、この、あ、なんだ、こう、顎か顎が弱いと。で、坂本選手は顎が強いと。で、僕はパンチが弱いと。で、坂本選手はパンチが強いと。だから僕は勝つんですよと。これね、めちゃくちゃ面白い。要は、弱いんだけど勝つんだよ、みたいな。坂本選手はパンチは強いと。で、僕パンチ弱いと。 だから勝てると。これね、超名言だと思うんですよね。うん、そう。なんかまあ、もう潤いですけども、なんすかね、その、なんか言ってたのは、坂本選手はパンチが強いから、一発一発がパワーあるから、うん、遅いと。でも僕はパンチ弱い分、早くパンチができると。だから、スタミナ勝負で、もうとにかく手数でやっていくんだと。 だからその顎が坂本選手つ、強いからあの逆に、そのなん,だな,なんだ、そこはちょっと忘れましたけどどっか狙っていくみたいな。これね、なんかその、まあ、手持ちのカードじゃないですけど自分の強みですね、自分はう手持ちはその手持ちのカード弱いんだけどその勝機を見出すってことですよね。 いやなんか手持ちのカードが強くないと勝てないっていう論理じゃなくて手持ちのカードは弱いんだけど勝つ勝機を見出すっていう考え方なんですよねこれねもう僕ねすごいすげえなと思って多分ね多分このインタビューまだ YouTube にアップロードされてんじゃないかななんかまだ前ね見返してすげえなと思ったんですけど多分インタビュー ああ、多分あのありますね、これ、昔のインタビューのやつ、多分うん、そう、あ、ありますね。畠山紀之考察ですね。そう。施策はありません。せ、は、ん、い、全くありません。作者になったら、彼のほうが有利だと思ってると思う、向こうは。 だから彼は音が強い強いんですよ。僕もそれは知ってる。で彼はパンチがあるんですよ。僕より。で僕は彼ほどのパンチはないんですよ。それでも勝てるんですよ。これですね。だから勝てるんですよって。だから自分の青に自信を持ってるんですよ。<laughs> 僕は青に自信がないんですよ。で彼はパンチがあるんですよ。僕はパンチがないんですよ。だから僕は勝てるんですよ。 これすごくないですかこれねこれすごいと思いますよ <laughs> 普通じゃよくわかんないですよね普通じゃよくは,はど,どういうことですかみたいな話になるんだけどなんかすごいこれ的を得てるというかまあやっぱすげえなっていうやっぱ世界取った人だなとは思いますよねうんまあ己を知り敵を知り百戦錬磨危なからずみたいな話なんですけどね 手持ちのカードが、僕で言うならば、僕で言うならば、手持ちのカードは有名じゃないっていうね。例えば僕の手持ちのカードは有名じゃないから勝てるっていうね。有名じゃないからこそ、手数を、動画の本数、手数でブワーやるみたいな。<laughs> そ,うそう。有名じゃないから、小回り聞くっていうね。有名の人はこあの、コンプライアンスがかかってきますから、有名だからね。 コンンプライアンスももクソもあんまないですから <laughs> まあその大企業とかね特に大企業もね SN、SNS 始めてると思うんですよ、今ね、やってるとこは。でも、コンプライアンスめちゃめちゃあります、大企業はね。だから、そのトヨタが昔、その、かがたさんですか ?CM とか出して、かがたさん、あ、かが、かがわさん問題になって、すぐなったと思うんですけど、小回り聞く人は逆に、その、今、その、 炎上してる香川さんにこう突撃インタビューとかねなんかコラボとかね逆にできたりとかまあでもまああの香川さん側がまあそれはやんないとは思うんですけど香川さんのコンプライアンスがあるからね有名だからうんだからまあこの畠山さんのは僕畠山さんこの坂本線は僕結構しかもそのすごい勝ったんですよね だから結構視聴率も良かったと思うんですけど畠山さんとこの坂本で坂本さんもそのなんかねその物語があるんですよねその施設で育ってでみんなが応援してるんですよそうだからその畠山さんと坂本さんのこの一戦っていうのはとにかくすごかったこれは。 めちゃめちゃ最後もう本当魂と魂の戦いで,で坂本選手も全然倒れないんですよやっぱその物語がねすごいあるからなんかその子供たちにこう勝ったとこベルト持っていきたいみたいなねこれ本当に僕はもうめあのボクシングあんまり僕詳しくないですけどこの畠山さんと坂本さんのこの試合っていうのはかなりすごく 胸打つものがあったんじゃなないいかなと思いますねお互いの物語があって。うんで、あと、坂本選手負けが負けちゃうと思うんですよ、確かね。うんうん、これはすごいな。これは本当、名言だと思いますね。はい行ってらっしゃい。